はい、こんにちは、こんばんは。今回は先日もですね、バレル研磨やったんですけれども、なんかちょっと意外と興味深そうな予感をしましたので、昔やったんですけれども、もう一度、やります。フランクフォードアーセナル、あれです、鉄砲銃の、こういうメンテナンスとかをの道具を扱ってる会社ですね。多分、アメリカだと思います。僕向こうからね、取り寄せましたんで、そんな感じになっております。でちょっと紹介していきますね。まあ、基本的には簡単です。下ぐるぐる回るものとタイマー式のね、こんな感じです。なんか PP だか PE みたいな材質なんで、結構これは丈夫でしょうね。でプラグなんですけれども、向こう 110V 120V でしたっけ。なのでこのアース付きのプラグに変換しないと刺さりません。これちょっと邪魔なんでね、置いていきます。で上のメディアを入れるタンクですね、買うとこのような感じできます。基本的にはタンクとこの排水口と、あと蓋ですね。透明な蓋が2個。で僕この排水口使わないんで、鉢底っていうんですか、あれに使ってますんで、このは使っております。こちらの鉢底を切ってね、細かい方が、いいなと思ったんで、こっちにして、なるべくね、ゴミとか出したくないじゃないですか。で、買うとこの付属のスチールメディアが、メタルメディアっていうんですかね、多分これ鉄メッキなのかステンの磁性があるものなのかちょっとわからないんですけれども、これがついてきます。これねちょっと僕怖いんであんま使いたくないですよ。こういうこんだけ細いもんが店の中に転がせたりとかするとちょっと怖いじゃないですか。なんで、これ使う人はこういう磁石売ってますんで、握ったら落っこちるやつバーンと、ちょっとすいませんね、新聞の上なんでちょっと雑にやってますけれども、これを使う方は、こういうものを買っておいた方が、いいと思います。いいと思いますけど、僕はちょっとこういう金属メディアは、怖いので、できれば使わない方がいいんじゃないかな、なんてね、ウエスに引っかかってたりとか、服に引っかかっててエンジンなんか起こっちゃうとか、キャブ入っちゃうとか可能性がね 1% でもあるんだったら使わない方がいいと思います。僕は、使っておりません。でもなんか使うかななんて思って、貧乏症なので、残しておいてる感じですね。はい、残しておきましょうね。はい、で、いつも使ってるのはこちらですね。仕上げ用のメディアですね。ちょっとごめんなさい、多分東方工機から買ったと思うんですけれども、忘れちゃいました。伝票が出てきませんでした。仕上げ用のツルツルのやつですね。結構荒削りだとこの表面がもう軽石みたいにザラザラしてるんですけども、これ仕上げ用なんでツルツルですよね。こんな感じです。なだらかにしてあげたいなっていう感じのもので、大体やっております。で荒切削、荒削りっていうんですかね、結構厳しくサビが深かったりとか、落としたいときはこっち使うんですけど、まあこれ買ったけどこっちの荒い方はまあ使わないですね。残念ながらもう結構きついんで、仕上がりがマットになってしまうんでね、がっちり落としたい人はこちらでもいいんじゃないかななんて思いますけど、まあ、使っていくうちにね、どんどんなだらかになっていってしまうので、耐水ペーパーとかと一緒ですよね。使えば使うほど痩せていってしまうので、またそれは塩梅見ながらやっていくべきだと思います。で私はどんかしらこれぐらいメディア横にした時4分の1ぐらい、もう少し少なくても多分大丈夫だと思います。ちょっと多い方がいいかななんて思って入れちゃってるんで、まあこれまあいろいろセッティングで、やるといいと思います。でなんかやるもんがねなかったんで、とりあえず揺れのボルトの中古が結構残ってたんで、これをちょっとやろうかなと。でもまあ綺麗なんですよね、そこそこ綺麗なんで、まあ、これをやって1時間ぐらいやるとどれくらい綺麗になるか、まあ、ちょっと見てみてください。長くやれば長くやるほどね、綺麗になるんですけど、ネジの場合ねあんまりあれかもしれません。で水はだいたい半分ぐらい、このタンクに対して、半分ぐらい入れてる感じですね。で本当はちゃんとした洗剤あるんですけど、中性洗剤でも十分です。これなんかブクブクってなれば、多分いいのだと思います。で蓋してロックして、上と下ロックして、これね足に挟んで結構ギュッてやったらいいかもしれないです。足で下を挟んで上をギュッてやって、でまあとりあえず1時間ぐらいぐるぐる回しましょうか。で結
こうこの音がねガシャン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 って言ってうるさいので、段ボール箱かぶせてもいいですし、あの毛布かぶせてもいいで、まあ巻き込まないようなものにしてやるといいと思います。結構耳障りです。気持ちいい音ではないですね、うん、はい。で終わりました。1時間経ちました。で逆側もうすでにね鉢底の網にして、排水しております。ただいま、ね、でこんな感じになってますね。で開けてで上から水流せばいいです。泡なんでこれはねなくなるまで水ビャーってかければ、いいと思います。結構出てきますからね。ちょっと入れすぎたかもしれないですね。その容量がねこれによって仕上がりが違うのかどうかちょっとわかんないですけど、毎回こんな感じですね。はい。である程度洗い終わりましたら、こちらの、IKEA のタッパに移します。 IKEA なんですねこれね。キッズコーナーとかで売ってますので、でこうやりましたと。でこれ手でまさぐるとだるいので、このさっきの磁石、こういう時に役に立つんですね。この磁石もね売ってますんで、どっから買ってください。名前忘れました、すいません。でこんな感じです。なるべく手が汚れないで作業できるといいかなと。あと片付けがね楽な方がいいですよね。あとメディア入れるのにロートみたいのを買っといた方がいいですね。そんな感じでございます。でこんな感じになりました。結構ピカピカだってますね。まあもともとね、綺麗だったんで劇的に違うじゃんっていう感じはちょっとしないですけど、どうです、結構、仕上がっているのではないかなと。六角のね沈みの穴もそこそこ汚れが取れてますんで、いいと思います。これねメディアのまた形状とか、細さとか、粗さとかを、セッティング変えていくと、もうどん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 、幅が広がって、やれると思います。である程度破ろして、並べた感じがこんな感じですね。そんなにしつこく拭いてもいないです。破ろビャーってやってもペペペペペってこのね塗装の板の上に乗けて十分。どうですか皆さん、これ1時間でほっといて綺麗になったら結構嬉しくないですかね。ちょっとこのまま使っちゃうとね、錆びちゃうかもしれないんで、まあこれ後で明日でも塗ろうかななんて思ってるんですけれども、こんな感じに綺麗にできます。小物をほっといて綺麗にできるっていうのはすごいいいと思いますよ。ぜひぜひ一個一個ねやるのめんどくさいなと思う人買った方がいいと思います。でネジ山はこんな感じですね。新品とちょっと中古の外径ちょっと測ってみましょうか。とりあえずそんなに痩せてないと思うんですけれども、でこちら、新品ですね。新品持ってるのにねお客さんに、ね、新品つけないっていうね、6.85 ぐらいですね。6.85ぐらいです。でまあ中古もねこのやる前測ってないからなんともないですよね。 6.83 とか100分の1とかわかんないですけども、使う中古なんでね、もともとこんぐらいだったのかもしれません。まあ、やりすぎたらねこれどんどん痩せていくんでしょうけど、この辺ね味見しながらやってったらすごいねいろいろ使える道具だと思いますよ。参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。ちょっと役に立つような動画を更新しております。チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。